情報なんです。はい、田口です。はい、田口です。よろしくお願いします。ということで、ゲストはゆうすけ放送マンさんです。はい、またお邪魔します。お邪魔します。よろしくお願いします。お邪魔します。ということでですね、ええ、ゆうすけさんがいらっしゃるんですよ。はい、なあ、カウッチにスニーカーを紹介しようのコーナーあるじゃないですか。ある、あるじゃないですか。とんでもないことになると思うんですよ。すごいドキドキしちゃうよ。今回さ、もう完全スニーカーブティックですから、ここもうレベルはですよね、本当に他の売るものはなんなりと、なんなりと、すごいよね、うん、なんでね、せっかくいらしてもらったんで、カコッチに似合う一足をね、選んでいただきたいなと思ってたわけですよ。カコッチさん、どういうのがちなみにお好みなんですか。どういうのがお好み、はい、まあ、一般的にイメージなのは、黒、ドクロ、ロック、あ、そう、タトゥー、うん、そういう感じですかね。まあ、割とオールラウンドにいきます。ちなみに、打線を組んだんですけど、はい、その時で言うと、あのお好みのやつがありました。あの茶色いやつ。あ、レーザーですね。レーザー、あれはかっこいいですね。タトゥー系ですね、あれはね。それと、はい、一番最初のバツが心配で、なるほどね、はい、うん、わかりました。そういう方向ですね。そういう方向で、ぜひね、はい、お願いします。よろしくお願いします。わかりました。じゃあ、用意してきていただいて、よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ、僕はじゃあこれで待ってよ。どんなの選ぶと思う。めドキドキするね。マジ、本当に。とりあえず、あの、ドキドキするね。やばいの来たらどうする。ドキドキするだけですよ。あ、来ました。ありがとうございます。ええ、そう来る。おお、今ね、うん、2つ持ってきました。2つ持ってきました、はい、マジっすか。はい、もちろんね、はい、私なんで、エアフォースは、はい、ちょっとね、やっぱりお好みにあくまでそれを合わせたりっていうので、はい、別のものですけど。あ、すげー、いや、もう本気の靴屋さんじゃないですか。もう完全、もうスニーカーズに行っていいですよ、これやばいやばい。ということでね、まあ、ちょっとユウスケさん発表していただけますか。はい、じゃあ、まあ、とりあえずね、うん、まあ、私ということで、はい、はい、エアフォースから。これはですね、あの、カドシさんのお好み、そのさっき伺ったレーザー系、はい、で、まあ、タトゥーのイメージということで選んでました。これですね。おー、エアフォースワンのミスターカートゥーンという、これはタトゥーアーティストなんですが、タトゥーアーティストがそのデザインした実際のタトゥーのデザインをこのサイドパネルにレーザーで彫り込んでるんですね。すごい、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 すごい。ミスターカートゥーン。エアフォースワンということでね、タトゥーの感じということで。なるほど。いやー、かっこいい、これ。僕とも通じとかやっぱあると思うんで。もうこの NA の文字がね、もう完全にそうですよね。そうですね。まあ、これの他にね、ミスターカートゥーンに来ると、はい、パテントのモデル、緑の、ありますよね。あれもかっこいいんですよね。ブラウンプライドっていう茶色ベースのやつも一緒に出てます。そうなんですか。3色ですね。あとこれもスパイダー柄の塔のデザインがピエロじゃなくてスパイダー柄。あ、雲大好きな人。それはもうファミリー&フレンズの。あー、難しいやつですね。すごいです。カドッチさんどうですか。すごい胸キュンですか。胸キュンですね。知ってる、これピエロ。ね、ナイキだとジェスターっていうんだ。最近覚えた。最近覚えた。同化し、同化し、同化し。いやー、LA ってナイキさんとはなんか多いんですか。やっぱりそのロサンゼルス、アメリカのね、その一つのファッションの発祥地っていう感じでね、LA 限定ではすごく多いです。すごいかっこいいですね。あ、結構これよく見ると、はい、ハードなデザインだったんですね。そうですね。ねえ、すごい、こんなのあるんだ。いや、これはやばい、やばい。ちょうど今、カドシさんが着てるストライプのこの、あ、感じるね、シャツとも色がマッチングしてていいかな。素敵。これにしました。いや、これかっこいい。ありがとうございます。カドシさん、ちょっと気になるね。ね、これいいね。もう、早速ですけど、星つけちゃってくださいよ。星レベル。これ星レベル3でしょ。完璧ですよね。これ完璧ですね。ありがとうございます。すげえ、すげえ。こちら、ノットフォーセールということで。ねえ、ノットフォーセールだね。ちなみに最近結構ね、人気が上がってるんですよね。やばいですよ、はい、次ね、僕ね、ちょっと箱がちらっと見えてるんですけど、はい、ね、ちょっとこれはカドシさんの好みに純粋に合わせて、私の手持ちの中で、はい、あの好みのやつかなっていうのをピックしてみました。
ちょっとなんだろう。すっげえいいな。ええ、お話の中でやっぱりダンクはお二人とも結構馴染み深い。そうですね、ダンク好きです。そうですね。ということで、あの手持ちの、まあ、せいぜい50足くらいだと思うんですけど、ダンクの中から1個ちょっとピックしておきます。はい、で、うわっ、うわ、何これ。あー、あー、はい、いやー、これは分かりづらい。これだけで分かった人は相当偏屈ですね。そうですね。で、これはですね、ここにドクロのマークがこのように入ってます。すごい、はい、ないですね。メルヴィン、あ、よくご存知です。あ、すげー。メルヴィンですね。ここの内側にですね、すごい分かりづらいんですが、メルヴィンズっていう風に入ってます。これです、初めて包みました、はい、僕あのホワイトのキャンバス地のやつとセットで売ってるんですね、これは。これはカドッチ好きすぎるでしょ、間違いないでしょう、ね、ブラック系、ダーク系っていうのとドクロそうなんですよ。あの今の俺、これバッチリだわタトゥーデザイン、そう、このこれもパンツのヨットですね。アウトソール そのダークレッドの感じ。確かに、ええ、めちゃくちゃいい。これは合わせてピックしました、ね、いやとんでもないの持ってきましたねこれはやばい。しかも未着用じゃないですかこれ、はい、すごく飽きちゃったんですこんなのあったんですねあります。シューレース買えるのが好みなんですけど、はい、パープルのシューレースもかっこいいですね。あ、確かに、うん、ロックテイストで、うんうんうん、面白いな。かっけえ。やばい、これ星さん超えちゃうんじゃないの、角度すごいよ。これよく見てる、手がこうやってやってるんだよ。そう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 、これ分かりづらいんだけど、めちゃめちゃかっけえ。そうなんですよ、これ分かるといいんだけどな。これマシコみたいな文字の羅列嫌いっていう人も多分気にならない羅列だからね。ステルスペイントなんですよね。そう、黒字にほぼ黒で文字が入ってる。こうすると分かる、指のね、見えるんですよね。これか、かっこいい。声もだって 100% カドッチじゃないですか、どう見たってこれ以上ないんですよね、うん、下手したら。ああ、かっこいいいつも拝見してる中で見かけるカドッチさんのイメージとマッチしてるんじゃないか。バッチリです。このスカルの絶妙なディフェルメガネもいいねそこまでリアルじゃないんだけど、ちょっと怖さが残ってて、僕じっくり見た時のね、この細かいデザインのこだわりは見逃せないですよね。やばい、本当にこれすっげえかっこいいし、すっげえ角っち向きなんですけど、一つだけ弱点がありまして、うん、動画向きじゃないんですよデザインが見づらいんですよ、本当に見づらいっていうね。あー、これはいいわ。でもめちゃくちゃいい。これ星いくつとかじゃないよ、今後これ探すよ探す探すよ。これそんなにプレミアついちゃうようなやつじゃないから、見ながら待ってると多分いい値段でゲットできますね。マジっすか、ちょっと、ね、僕も探してみるか、うん、これは探すよ。じゃあもうこれは星つけれない、うん、これとマスターマインドのダンク、どうしたらちょっと頑張って探してみようよ、うん、はい、マスターマインドはね、触れちゃってるけど、これもうそんなことないですからね。見つけられるよ、きっと。つけるよ、うん、でもこれ本当いい出会いでした。さすがです。びっくりしました意外とね、こうやってみると、コドッチ好みのスニーカーって意外とあんなんだね。面白いですね。ね、形とかはね、こう探し出したときりがないですけど、まあ、私はもう、フォースばっかりだし、まあ、持ってるのもほとんどダンクとかだし、その中でってなるとね、あの好みって見つけやすいから。あ、そっか、うん。すごい、なんとなく嬉しくなる。俺はね、まさかこれが来ると本当に思わなかったです。まあ、びっくりしました。覚えてないですよね、そもそも。はい、ということで、カドッチさん、okay. 今後このスニーカー探すたびに出てください。出ます。はい、それ企画にしますんで、はい、ロードトゥーメルビンズ、ゆうすけさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また今度出てくださいよ、ここは。ぜひ、次、はい、ジェンガジェンガジェンガで、ね、はい、ということで、以上、青春オーバーランでした。またね、またね。え、ロードトゥーメルビンズ終わる本当にえ全然、あの手放しちゃっていいやつなんだけど、ハドさん、まさかの展開ですよえ、悪くないよね。新品なんて出てこないよ、ね、なかなか。え
いいの、いいの、ここでカドッチにとってかなり究極のスニーカーを手にしてしまうことになりますけど。いいよ、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 イエーイ。すげえ。雨じゃなかった、俺このまま帰るのよ。雨降ってから帰んないけど。うわー、ロードトゥーメルビンズ、終わり。すげえ、イエーイ。おめでとうございます。やべっか、オッケー。基本的には気が変わらないうちに渡してくるよ。あ、ちょっと今、釣りが。やったー。